いや腹減った。ポトフってどれくらいで作れるのかな。30分ぐらい作れるよね。ただいま。すぐできる系だよね。そうだね。はよはよ。オッケーオッケー。せかすなよ。手洗って鍋に水入れて、いやまず洗い物からだから。男の一人暮らしは洗い物からスタートだから。ちょっと待ってね。ノイノイさん、首タトゥー入ってたんだ。金魚姫さん、和田さんの洗い物の洗い方好きなんだよね。洗い方とかあんの？洗い物の洗い方とかある？金魚姫さん丁寧に洗うから。ああ、飲食店やってたからやっぱ皿が汚いとか絶対ありえないとかそういう感覚かな。皿洗いから覚えさせられるからね。雑に洗ってるのとか嫌だよ。あ、俺もキキュッとだね。キキュッと半分に薄めてるね。一緒だ。キュキュッと業務用ボトルだよ。手が荒れるからね、薄めないと。うん、一緒だね。キキュッと、業務用のキキュッと安いよ。なんかロハコさんに教えてもらったんだけど、アマゾンで安い。てかだからアマゾンっていろんなもんぶっ壊してるよな。スーパーで買い物する必要ないもんね。これ知ってる？これキュキュッと。俺はもうこれ買ってる。スーパージャンボサイズ。あーもう最悪だねそれ。これは最悪だね。いや飲食店に携わる人はやっぱそのなんだろう、人間性すごく審査しないといけないと思って、やっぱ食人のそのなんだろう、健康に携わる部分じゃん、その命に関わる部分だから、だから変なバカッターのやつとか絶対やめてほしいもん。
食い物で遊んだらダメっていうのは、食い物で遊ぶのは絶対ダメだよ。俺はあれだけは許せないね。その遊んじゃ絶対ダメなところだと思ってて、だ厨房とかもきれいに週に1回やっぱその厨房全部洗うぐらいの店ばっかりだったから、俺はやっぱ飲食たるものね、清潔感第一、当たり前だけどね。今当たり前中の当たり前の話だけど、それができてない店があるっていうのも怖いよね。薄めてなくてもいいでしょ別に。ただほら手荒れしないように薄めてるだけだから、液剤が強いから。主婦の人とか結構薄める人いるよ。別にそれで手が荒れなければいいんじゃない。ボンが悪くなるよ。まあそれはしょうがないけどね、全然落ちるよしっかり洗えば。まあじゃあいいんじゃん。俺結構肌荒れ起こしやすいから体質なんだよ、乾燥肌ってやつ。キュットのこのボトル可愛くて取っといてるんだけど、このボトルなくなったよね。キュットのミニボトル。いや主婦はねもっと評価されるべきだよ。主婦って大変なんだよ。だから経済効果でいうと24万円から27万円ぐらいの経済効果があるって言われてる。主婦の労働をなめたらダメだよ。主婦は尊い。俺だから主婦になりたいもん。専業主婦やりたい。専業主婦兼配信者みたいな。でこのボトル可愛いよね。ラベル剥がしてずっと使ってる。可愛いと思って。ミニボトル。これ売ってないんだよね最近。主婦はもっとリスペクトされるべきなの。いや専業主婦夢だな。洗濯物洗い物掃除とかだけやっていきたい。タムさんはどもリスペクトされるべき。俺はリスペクトされなくていいけど。鍋に湯を入れてグラスに梅酒を注ごう。ちょっとわあ、せかすなよ。童貞か。せかすやつは童貞認定するからね。さんお鍋にお水を入れて沸騰させたらコンソメを入れます。金魚姫さん www まあ待てって。タムタムさんわらわら。
舞茸すげえ好きなんだよな。舞茸よりさ、うまいタケノコある？舞茸最強でしょ。この鍋だよ、フライパンだけど。ダメ？タケノコ嫌い？タケノコはキノコじゃないからね。舞茸最強だよね。あ、舞茸って昔さ、あのなんだっけ、あの高級な竹なんだっけ、高級なキノコなんて言うんだっけ、松茸か。松茸と同じ扱いだったって知ってた。で、あんまりにも舞茸が美味しすぎて貴重だったんだけど、あのなんつうの、培養に成功して今みたいになってんだよ。舞茸の天ぷらいいね。知らなかったでしょ。舞茸って昔高級食材だった。そう、それを人類がうますぎるから、こいつをもっと食いたいってなって培養に成功したところが今の舞茸なんです。すごいよね、先人に感謝だよね。いや、舞茸ね、松茸より舞茸の方がうまいでしょ。わかるもん。正解だよ。椎茸もうまいね。出汁を取るんだったら椎茸かな。金魚姫さん、培養成功者は神。メトロ地下鉄内さん、舞茸は食べると美味すぎてくるくる舞うのよ。ああ、くるくる舞うから舞茸なんだ。なるほど。うますぎて舞うから、舞うだけから来てんだ。まあそれくらいうまいよね。だってさ、原始人とか江戸時代とかわかんないけど、なんかあれ食ったら舞うよね、それね。あれ、その気持ちわかるわ。それ舞うわ。ましてやうまいもんなんかない。いや、そうじゃないの。舞茸うますぎて舞うんでしょ。いや、そうでしょ。俺それくらいうまいと思ってるもん。めちゃくちゃうまい。舞茸の天ぷらとか最高だよ。舞茸の天ぷらうまいよね。舞茸の天ぷら食いて。よし、洗い物終了。じゃあしっとり雑談クッキングやりますか。天屋にもあるんだ。水何 cc だ。ポトフ水何 cc。 500。1リットル1500ぐらい。1500でいっか。1500で。揚げ物は大変だよね。あと劣化が激しいね。鍋ね、一人暮らしだったらこれ不正解。一人暮らしだったら、あのジオのこれより一回り小さいやつ買った方がいい。これ重たいから。え、材料に合わせて入れるといい。マジで先に煮るんじゃないの。マジか。え、これ水ダメ？さっき。
メトロ地下鉄内さん、金魚が出るんですか。奥さん水で材料も入れるんだよ。金魚姫さんの野菜は水から出る。キッチンからお湯出るでしょ。え、じゃあ切るよ。水捨てるよ。じゃあまず人参からいくか。じゃあ酒用意していいじゃん。本菜水から煮るんだ。勉強になるな。金魚姫さん、根物は水から、刃物はお湯から。じゃがいも3つ、あ、芽出てきてるけど大丈夫これ。芽出たらまずいんだっけ。芽大丈夫。腹痛になっちゃうから取り除く。取り除く。じゃあ、蝶や本格梅酒、いきます。蝶や本格梅酒、これうまいんだよ。300円ぐらいするけど、700円の方もあるんだけど、さすがに高すぎる。いや、ストレートで飲むか。ストレートでいきます。ケピ、久々の酒雑です。うん、あー、うまい。え、目ポロポロ取れるけど大丈夫だね、これ。金魚姫さん、うまい。うまい。これちょっと高い、ワンランク上の梅酒だから。庄屋のこれはうまい。鶏肉も水から入れた方が鶏肉の旨味が出るよ。マジで。皮はビューラーで剥いちゃっていいの。ごぼうを包丁の背で剥くって教えてくれた人がいて、前回。じゃがいもを背で剥くのかな。あれは画期的だったな。ビューラーでいいのかな。ピューラーか。ピューラーでいくよ。とかピューラーだかビューラーだか分かんないけど、いや酒うまいな。酒うまいな。本さん、沸騰したら弱火でコトコト煮込むの。金魚姫さん、それは私が教えたわ。あ、そっか、金魚姫か。おいおいさん、ごぼうは包丁だよ、わらわら。え、ごぼう包丁なの知らんかったんだよね。あれ、抜けねえな。なんだろう。あれは目から鱗だったね。いや、家庭的だな。いいな、そういうのな。ご飯が美味しい奥さん、いいね。いや、結局ね、料理がうまい女はね、悪いやつなわけがないんだよ。金魚姫さん、ババアもバカにできないでしょ。いや、あのさ、俺さ、なんか私料理できるって最近の若い子でパスタとか言うのもう吹き出しそうになるよね。パスタってなんだお前みたいな。誰でも作れる、そんな料理じゃねえよっていうね。ん？うん、ポトフ。この黄色さがいいよね。うまそうだよね。甘くなっちゃうけどね。まあいいでしょ。ガールラットや兄さん、ポトフリーヌア。ポトフ。うん。なんかポトフ作ろうってなったね。金魚姫さん、フィンガーラップして見せて。
ピーラーアップして見せて、これ100均のやつだよ。なんで？お兄さん可愛いじゃがいもやね。はい。なんで？これめちゃめちゃうまいよ。インカの目覚めっていうやつ。じゃがバターにしたら最高。ちょっとね、甘いから癖が強いから調理法選ぶけど、酒うま。金魚姫さん、そこの丸いところで目を取るんだ。これで目を取るんだ。へえ。お兄さん、その右のやつで目のとこほじって。オッケー。これ目取るやつなんだ。知らなかったな。へえ。ガールアットや兄さん、包丁で皮むかないの？包丁で皮むかないね。くもモンさん、あそこ使ったことないけど取りやすいのかな。そうなんだろう、俺も使ったことないけどやってみよう。あー、芋の甘い匂いが。皮むいてるだけで甘い香りがする。モンはモンゴレビアンコもアサリ買ってきて一から作るし、生ハムとトマトとバジルのパスタも作るよ。金魚姫さん、くるんってすると目が取りやすいよ。クリンってするのね。よく考えられてんだな。ぶっ刺してねじる。楽しいね。カレー社さん、晩はそれめっちゃ美味しいって言ってたじゃがいも。そう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 、インカの目覚め。余ってるから使っちゃおうと思ってポトフに。タムタムさん、そのままジョーンに入れて炊いて、じゃがバターもいいね。マイケルさん、じゃがバター美味しかったよ。これプレゼントしました。メトロ地下鉄内さん、よっさん料理より断然綺麗。あれはネタでしょ。あれはコントとかそういうジャンルだから。メトロ地下鉄内さん、インカの目覚め甘くあるよね。本さん、そもそも料理の素なんか使わんよわら。手が冷たくないですか？うん、大丈夫よ。ホニーのお兄さん、ちゃんとこじった？いや、ほじるの最後にやろうと思って。ネギは炒めなくていいの？金魚姫さん、ほじるの結構快感だよ。あ、そう。玉ねぎは炒めなくていいの？俺もう洋食で一番最初に教わったのが、出汁取るとき玉ねぎは焦がすぐらい炒めろって教わったんだけど、甘みが全然出るから。玉ねぎ炒めなくていいの？最初に。玉ねぎも直で行くの？金魚姫さん、ポトフは炒めなくてもいいと思うよ。ポトフは炒めないんだ。ポトフは炒めなくない？へえ。ポトフは炒めないの？オッケー。
勉強になった。じゃあやってみるか、クリーンって。こういうことか。おお、なる、おお、そういうことか。ほうほうほう。ほうほうほう。金魚姫さんで炒めるとスープが濁るから。おお、なるほど。これ面白いね。くももんさん、温野菜って感じだからじゃない？あ、なるほど、回すんだ。へえ、面白い。ほう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 。バキバキバキってね。あ、こうやって使うんだ、これ。あ、これは知らなかった。ポンさん、ポトフは余り物野菜で作るスープだから炒めなくても大丈夫だよ。クモモンさん、包丁より取りやすい。もいいもいいさん、ね、そうそう、まあ、包丁で俺やってたけど、気持ちいいよね。いや、なんか音が嫌だ。俺サクサクって言ってほしい。ミキ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 っていうジャガイモのうめき声みたいな、怖い。なんかバキ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 みたいなやめてーみたいな俺はあんまり気持ちよくないから、こうサクッと言ってほしい。ほいほいさん、わら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 、金魚姫さん、じゃがいもが痛がってる。痛がってる。ポンさん、包丁の角で取ってる、うん、俺も包丁の角派だったけど、まあ早いね。ほいほいさん、ブチブチブチ、そう、ブチ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 ってギャーみたいなやめてーみたいな。オッケーかな。金魚姫さん、わらわらわら。俺、金魚姫って20代ぐらいの若い女の子だと今まで思ってたわ。今の今まで。ババアだったんだ。やっぱりババアだったんだ。なんでこんなババア集まってくるんだろうな。 BBA BBA。 金魚姫さん、やっぱり40過ぎの BBA だったよ、ごめんね。いや、全然いいんだけど、ババア好きだよ。7人の綺麗なババアを集めて願い事を叶える。 BBA BBA。 その切り方できるんだ。いや、なんか適当。この切り方が何なのかもよくわかんない。金魚姫さん、乱切り。乱切りっていうの。90度ずつ回してる？え？いや、考えてない。何にも考えてない。本当に適当。本さん、BBA だからお仕事頑張ってくれてる彼氏のために毎日おいしいもの作る、わらわらわら。カレー社さん、よっさん、酢豚作ってるから負けないで。負けとかないから。何、料、何、ちょっと勝手に料理の鉄人みたいにしないで。何勝手に企画にしてんの。俺は腹減ったからポトフ作るだけだよ。ちょっと面白かったな、今。負けないでっつって。
魚姫さん料理対決だったの？もう料理対決勝敗基準なんだよ、わらわら。え？勝敗基準なんだよ。関さん、吉さんは料理の達人だから負けちゃけん。ちょっとじゃがいも多いな。まあいいか。盆栽って玉ねぎもここに含まれてんの？玉ねぎも この時点で10日？人参やっぱ2本じゃん言ったじゃん、人参2本でしょ。玉ねぎもこれ10日？10日でいいのかな。金魚姫さんまだだよ。あ、まだ？え、もうこの時点で煮込むってこと？ポンさん、ローリエはあるの？トリロインさん、一人前だと思ったからさ。これで浸すぐらいっつったっけ？金魚姫さん、かぶるくらいの水を入れて。はいはい。少なくねえか？蒸発する分計算してる？これ少なくない？もう一杯行きたいけどね。もう一杯行きたいかな俺は。少なくねえか？いや全然味変わるでしょ。でこれでいいの？沸騰したら玉ねぎ。強火でいいの？ポンさん、野菜の水分が出るから浸るくらいでいいよ。いいの？金魚姫さん強火。カレー社さん、よっさん、ピーマン使ってるけどこっちは青物添えなくて大丈夫？金魚姫さん蓋はないの？勝手に対抗すんな。キャベツあるから。大丈夫の意味が分かんないし。マドカリさん応援してるよ。ありがとう。金魚姫さん対決してるのか？勝手に対決になってる。え、向こうは何作ってんの？ちなみに。何バーサスポトフなの？向こう何作ってる？沸騰したら弱火でコトコト煮込んだ型がお肉と野菜の旨味が出てお肉も柔らかくなるよ。ヤドカリさん酢豚作ってる。酢豚？お兄さん酢豚だってさ。いいね。カレー社さん酢豚なかなか強敵だよ。なかなか強敵とか言われても。料理配信面白いよね。俺食べる配信は嫌いなんだけど料理配信は。ヤドカリさん出来合いの酢豚作ってる。へえ。おいのいいさん出来合いかい。あちゃんさん大量のピーマンを切ってるわら。大量のピーマン切ってる。ポンさん酢豚のソなんて邪道だわ、わらわらわら。カレー社さんまな板の安定度はワドくん抜群。金魚姫さんこちとら一から作ってるから。ヤドカリさん玉ねぎ入れないらしい。酢豚に玉ねぎ入れないって何？考えられないんだけど。姫さんわらわらわら。
は1からだから1ポイント選手。マウイワウイがオリジナリティ出せって言ったね。あのマイタケオリジナリティポイントマイタケです。うん、あこれ酒すぐなくなるな。どうしたら玉ねぎマイキノコ入れよう。もうすぐなくなった。カレー社さんついに本気出してきたか。これうまいな。シングルイヤー。これ倍の値段する。なんか5年熟成のやつも飲んでみたいけど700円なんだよなこの大きさで。タムタムさんこれ超うまいよ。シングルイヤー。たまに飲むね。ケピ。西田まさみさん森吉幸の作る料理より美味そう。ありがとうございます。これ料理は結構定評あるよ。おいおいさん酢豚に玉ねぎ入れないことよりもポトフにマイキノコの方がいる。お前がオリジナリティ出せって言ったんじゃん。俺別にマイタケ入れたくて入れるわけだ。まあ別に合うでしょ。マイキノコの煮汁は血糖値下げるから入れよう。クモモンさんマイタケは合わなくはなさそう。合わなくないよ全然。いけるいける。あ、うまいな。糖分取ってないから梅酒の甘さがカツンってくるね。あの酒がうまいんじゃなくて、カレー社さん窓気味悪いけどシチュー食べたいんでそこから変更してくれる。ルリさん舞茸入れるとカツンって糖分くる。おールリ久しぶり。モンさん通りへあったら入れた方が美味しいんだけどな。糖分がカツンってくるよ。身体がうまいんだよね。うん、あちゃんさん、よっさん、ピーマン配信者になってて笑った、わらわらわら。転覆するか。おいおいさん刺身もあるもんね。刺身もあるし天丼もあるよ。今日豪華だよ。窓監督さんはどこトフマイキノコと牡蠣を添えて。うん、糖分にクラックラくる。これはまずい。金魚姫さん、牡蠣の下処理しとこうか。しとこうか。牡蠣の下処理はどうやってやんだ。牡蠣の下処理はどうすればいい。
時は何料理にするの？ポトフに入れちゃう。なんか亜鉛が欲しかったから。金魚姫さん、小麦粉ある？小麦粉ないかな。小麦粉、薄力小麦粉ねえな。ないね、小麦粉。カレー社さん、よっさん、まるでピーマン農家の勢い。モリコがなんかあったような気がするんだけどな。薄力小麦粉じゃダメ。ポトフに入れるとは斬新すぎる、わらわらわら。え、薄力小麦粉は違う。おいおいさん、いいよわら。金魚姫さん、すすき力粉で大丈夫。え、これをどうすんの、これをどうすんの。リフトで弱火にすんだっけ。弱火にするよ。かき鍋にしちゃえ。弱火にするよ。のいいさん、もみもみ。金魚姫さん、洗った牡蠣に塩と小麦粉でまぶしてもみもみ。洗った牡蠣に塩と小麦粉まぶしてもむ。はい、了解です。金魚姫さん、黒い汚れが出たらまた洗う。黒い汚れが出たらまた洗う。おいおいさん、今まで当たったことある？いや、当たりまくってるよ。いや、当たっても食い続ける。コンソメ入れて塩と胡椒で味整える。本当だ、分量これで良かったわ。合ってるわ。あふれるところだった。キャベツはまだ。キャベツまだいいの。キャベツまだ。ポンさん、キャベツ入れなきゃだよ。金魚姫さん、キャベツは葉物だから最後ね。最後。じゃあ下処理やります。なんだっけ、牡蠣を、なんだ、牡蠣をまず洗うと。牡蠣を牡蠣をどうする。芯の部分だけ先に入れないと硬いよ。芯の部分先に入れる？じゃあ芯の部分やる？おいおいさん、もみゅもみゅ。ちょ、待って、マルチタスクできないっつ。おいおいさん、芯捨てないの？これどうする？まるまる1個いるかな、分量的に。半分ぐらい？これ。あー、牡蠣のいい香り。あー、牡蠣のいい香り。大好き。牡蠣のいい香りだよ、おい。半分で。金魚姫さん、その半分でよか。半分でよか。クモモンさん、お鍋に入るだけのがいいかもだよ。キャベツは葉と芯分けて、芯だけ先に入れてね。おいおいさん、あふれそう。
いや、牡蠣のいい匂い、なんだろうこの匂い、牡蠣の、なんつうんだろう、鉄っぽい匂いっていうかね。芯の部分だけ入れればいいのね。ムイの A さん塩の香り、クモモンさん磯の香りじゃなくて、磯の香りとはまた違うね。なんとも言えない、なんとも言えない香りがするんですよ。姫さんフライパンだから1枚ずつめくって芯取ろう。うん、そうしようか。カレー社さん、かき小屋毎年行きます、今度ご一緒しません？あー、いいね、かき鍋、かき大好き、誘って。かき、かき小屋、いや、行ったことないね。自分で食べるだけだね。誘って。ポンさん、牛乳があったら牡蠣のチャウダーできるのにね。クラムチャウダーあんま好きじゃないんだよな。牛乳っぽいのがあんまり好きじゃないんだよ、俺。苦手なんだ。牛乳はなんか栄養価ないと思ってるんだよね、俺。ノイノイさん、なんだかんだうまそう。モンさん、一枚一枚切るんだね、丁寧だな。金魚姫さん、みんなで創作料理で楽しいね。楽しいね、料理ね。幸せってこういうもんだよね。昨日やジョガ・リスナーとかき小屋を行ってた放送を見た。モイモイさん、確かに WW ザクリキロウ M モンさん、楽しい、楽しいね、なんかね、幸せよね、家族っぽいよね、なんか泣けてくるよね、なんか。ポンさん、いいね、50個プレゼントしました。いいね、ありがとう。Thank you。 ポンさん、風船を10個プレゼントしました。ありがとう、延長代します。タムタム先生が作ってたポンさんバーガーを5個プレゼントしました。モイモイさん、これが夢に出てきた配信だ。ポンさん、ハートを2個プレゼントしました。モイモイさん、ハートを4個プレゼントしました。金魚姫さん、みんなで家族みたいだね。本当だね。ああ、いい色。ああ、ポトフの色だ。何にも調味料入れてないのに色が、なんでだろう。家庭的な味になるとね。楽しいね。金魚姫さん、弱火にして。弱火にしてる、弱火にしてる。じゃあ牡蠣の下処理、なんだっけ、牡蠣の下処理、洗うんだよね、揉むんだよね。これをどうすんの。塩、塩だっけ、牡蠣、塩、塩と何だって。塩と何つった。塩を振って、小麦粉と塩と少しの水、少しの水ね、OK。 で、薄力粉で揉むんだよね。かけすぎ、
で勝てすぎ。そんなこと言われてる。タムタムさんわらわら。勝てすぎなんだ。モモンさん風船を10個プレゼントしました。ありがとう風船、ありがとう。金魚姫さんでも最後洗うから大丈夫。はいはい。揉むって優しくなんか撫でる感じだよね。水洗いして水気を取ると良いよ。ポンさん少ないよりいい子じゃないわら。わかんないけど、あ、黒くなってきた。タムタムさん灰皿取ってわど。灰皿、あ、黒くなってきた。黒いの出てきた。これ生食用なのにな。おー、なんか、おー、なんか出てきたな。金魚姫さん、ビラビラのところから黒いの出るからもみもみする。なるほど、ビラビラ、ビラビラ掃除だ。もいいもいいさん、うっちー、うん、おんさん、うんうん、言い方で、ね、えっちーって古いよ。タムタムさん家族的にしてみた。ポンさんわらわらわら。金魚姫さんちとやらしいわね。で洗うと。カキそのまんま食べてたけど下処理とかするんだな。女子力高えな。女子力高、あー、カギが。女子力高えな。で、もう一回やんの？まだやる感じ？まだやる？いや、カギも喜んでる。塩で揉むんだと思ってた。小麦粉使うの知らなかった。ねえ、知らないね。金魚姫さん、ビラビラ綺麗にしてもらったから大丈夫。もう一回やろうか。楽しいからもう一回やろう。旨味抜けるんじゃねえかって。タムタムさん、カキが海水みそ買いに帰って行きそうだった。もう一回やってみよう。楽しいのはもう一回やろう。クモモンさん楽しいからやるって www。 いやー面白いね。あ、そんな出ないね。確かに。金魚姫さんもう綺麗だよ。もう綺麗だね。もう出ないわ。2回目面白くねえな。もうやめよう。もう出ないから。一回で OK です。モニーのお兄さん、柿嫌がってるって。金魚姫さん、ビラビラ綺麗になったよ。ヤドカリさん、最後は真水で洗ってクッキングペーパーで水気を取ると良いよ。はーい。は煮込みすぎると小さくなるから最後に入れよう。最後に入れる。おいおいさん、鍋どんな感じ？一応生食用だから全然いけると思う。鍋コトコト言ってない。コトコト言わすか。だいぶ、うわーいい色。うわ、具沢山、豪華だな。いや、すごいよ色。見る？近くで。ていうかアクが全然出ないんだけど、なんでなんだろう。アク全然来ない。うわー、舞茸のいい匂い。すげーうまそうなんだけど。てかこれ調味料一切なくてこれだぜ。お兄さん、鶏肉はいつ入れるの？ポンさん、そうだね。牡蠣はすぐ火が通るからね。金魚姫さん、水気足らなかったら足そうか。
ちょっと足りないかな。足そうか、この時点で。ヤドカリさん美味しそう。うまそうだね、もうすでに。っていうか、なんでどっからこの色が出てんだろう。もうすでにコンソメのになんか色がついてんだよね。なんだろう、どっから出てんだろう。クモモンさん、舞茸で見た目がいいね。舞茸全然ありでしょ。金魚姫さん、舞キノコの色もいいの。いい舞茸か。舞キノコじゃないの。舞茸か。水足そうか、ちょっと500足そう。モンさん、素材旨味が出てるんだよ。これくらいでいいね。うまみ、いや、これやばいよ。これやばい、うまみバンバン出てるでしょ。ただちょっと火強くするよ。これはやばいね。鶏肉とあれのタイミングを教えてね。沸騰もさせて弱火にしたんだけど、今水追加したからもう一回温める。いいね、うまいね、これは絶対うまいね。玉ねぎがしんなりさせたいからもうちょい煮込まないとね。いや、これはやばい、これはやばい。本さん、鶏肉入れてないの。まだ入れてないよ、まだ。てか、ボン最初から見てて分かってるでしょ。クモモンさん、鶏肉入れるの。鶏肉とソーセージ。湯気出てるから頑張って。鶏肉。金魚姫さん、再沸騰したら鶏肉入れよう。はいはい。ボンさん、入れた方がいいよ。もういいの、いいさん、確かにわらわらわら。いや、これ絶対うまいじゃん。まだキャベツはいい。鶏肉先。うわ、これはうまいよ。うわ、クモモンさん、海の幸と肉系は合わなかったんじゃなかったって。え、合わないの、マジ。金魚姫さん、鶏肉入れてからキャベツ。モンさん、初めから入れた方が鶏肉の旨味が出て柔らかくなるのにな。確かに鶏肉と牡蠣は喧嘩しそう。喧嘩するかな。ウィンナーも入れてない。ウィンナーまだ入れてない。酔っ払ってきたな。ポンさん、入れた方がいいよ。でもなんか金魚姫外れねえかんな。一応金魚姫レシピを俺は採用してるんだよね。なんか金魚姫安心感があるから。おいおいさん、お互い臭み吸いそうな気がする。金魚姫さん、ウインナーは煮すぎると味が出すぎて味なくなるよ。早く食いてえな。早く食いてえ。これはやばいな。おいおいさん、鶏肉どするの。沸騰したら入れるって。再沸騰。モンさん、うちの作り方と違うね。金魚姫さん、ふつふつしてきたら鶏肉入れよう。火弱めないで入れる感じ。
肉はもうカットしてあるからそのまんまぶち込むか。ふつふつしてきたね。完全沸騰じゃなくていいんでしょ。ふつふつでいいんでしょ。いやこれ絶対うまいじゃん。 OKOK。 いやこれ絶対うまいじゃん。やばこれは絶対うまい。これはやばいな。これはやばいよ。絶対うまいに決まってんじゃん。あ、溢れる。ヤバタンだなこれ。表面張力を信じよう。これは初日の勝ちだわ。いやこれもうだってめちゃめちゃうまそう。金魚姫さんそうだよね。ここからアク出るよ。後からこっから開くね。はいはい、でもモンさん栄養もあるし野菜も多いからいいね。これ野菜多いからいいね。絶対ね。いい感じだね。こっからアクがバンバン出てくるのかな。カレイ社さん牡蠣を食べようとして鶏肉をすくってしまった時の残念感。モンさん美味しそう。うまそうだね。やばっ。モイモイさん、ほんと精つくわ。あー、アク出てきた。やべ、料理は手間暇だっていう。タムタムさん、グツグツしてきたらもっとヤバタン。料理は手間暇と愛情だっていうのがよくわかる例だ。いや、これはヤバい。出汁がうわすげえわ。金魚姫さん、そして美味しいながらもマイキノコで血糖を値下げるから。マイタケが血糖を下げるって知らなかったな。いいのいいさん胸そ。いやめちゃめちゃいいねこれ。ウィンナーももうまだ、ウィンナーのタイミング具沢山だな。ウィンナーまだ、ウィンナーまだ。これウィンナータイミングじゃないの。タムタムさんでやろ。いやわかんない。姫に聞いてんの。金魚姫さん、ウィンナー行こうか。ウィンナー行こうか。ウィンナー半分でよくない？溢れちゃうよ。具沢山だからウィンナー半分で行こう。タムタムさん来た。豆乳。金魚姫さんあまりいらないよ。ウィンナー一袋でいいよね。クロモンさん、なみなみ www。 ねえ、鶏肉から出汁も出てるし。マロさんこんばんは。モイモイさん明日の分もあるし、タムタムさん切らんと。あ、これはやばいよ。うまいよ絶対。これやばいね。ここからまた牡蠣もあるのか。キャベツと牡蠣と味付けじゃん最後。雲
もモンさん牡蠣が怖いところ、もいいもいいさん、そろそろキャベツもいい、腕ね。キャベツどうなんだろうね、わかんない、タイミングがわかんない。これタムタムさん、具沢さん、金魚姫さん、アクを取りながら沸騰したらキャベツ。アク、そんな思ってたよりアク出ねえな、なんでだろう、そんなにアク出ないね。いやこれはうまみしかないでしょ。クモモンさん、溢れない、大丈夫。いや溢れてるだからさっき一番最初に言ったあの根菜浸す量っていうのが正解だった。なあ、金魚姫の最初のあの分量が正解だった。クモモンさん、 www 足した分だけダメになってる。具がめちゃめちゃ多いな。これはうまいぞ。おいマロさん、ポトス美味しいよね。いや初めて作って、初めて食べる、まあ、食べたことはあるけど、なんか学校の給食とか家で作って出たことなんかないよ、ポトフなんか。これは絶対うまいでしょ。もいいもいいさん、とりあえず姫に従おう。これはやばい、絶対うまい。これはやばいぞ。おい、ウィンナー入ってる入ってる。金魚姫さん、わらわらわら、これはやばいって。もいいもいいさん、沸騰した。クモモンさん、料理配信楽しい。 EW、やばいって。おい、舞茸ありだよ。もう匂いがすごいもん、舞茸の。絶対ポトフと舞茸合うよ。金魚姫さん、そろそろキャベツ行こう。キャベツ行こうか。もいいもいいさん、キャベツじい。だからもう表面張力だけでなんとかなってる状態だから不安なんだよ。カレー社さん、ビンザレシピより楽しいから、うん、面白いね。ホイホイさん、溢れる人。いやこれは今日豪華だよ、豪華だよこれ。天丼の弁当の半額に刺身半額にポトフだぜ。金魚姫さん、キャベツしんなりしたら牡蠣、最後味付けか。強火でいいんだよね。金魚姫さん、沸騰したら弱火。もいいもいいさん、わがままボディ。弱火なんだ。これはね、太らないよ。ヘルシーだよ、すごい。こんなんいくら食っても太らないから。太るような要素がない。栄養価しかないから。さん、のんちゃんは？のんちゃんね、いない。ビチャってダップダップだ。
ゃんとした鍋が欲しいね。クモモンさんのんちゃんの検査大丈夫でした？のんちゃん何ともなかったって。確かにそうだ、脂肪分少ないね。マロさんカロリーが低いと太らないもんね。これいくら食っても太んないよ。いや楽しみだな、これこれはやばい。味付けはコンソメとか塩とかは、塩コショウコンソメ。いやこれはいいな。うちもよく作るよ。お野菜いっぱいで、お肉はウインナーだけで作ってるよ。ああねえ、いや鶏肉入れたかったんだよね。そのトレーニングでさ、あの肉タンパク質取りたかったから水足したんだ。鶏肉入れたのは完全俺のトレーニングの都合。タムタムさんコンソメ入れてないの。コンソメだってまだ入れる。入れんの？いや俺はなんか言われた通りに作ってるから。コンソメ入れて、その後もう入れていいの？いやもう金魚姫姉さん待ちだから俺。最後に入れんじゃないの？最後に味付けするんじゃないの？金魚姫姉さんは。金魚姫さんコンソメとかそうか。とかしちゃう。ほいのいさんそうなんだ。マロさん和道さんお店だそう。え、これ何個ぐらい必要なんだろう。300のお湯にキューブ1個だから1500入れてるから5個、キューブ5個。カレー社さん、いよいよ大詰め。おいおいさん、かきずるって食べたい。ポトンって直接言っていいよね。ミンニさんこんばんは。こんばんは。これはやばいよ。金魚姫さん5個、牡蠣は生食用だからあまり煮込まない方がいいよね。ミンニさん寝てた。おいおいさん、人参の硬さチェックしてみて。タムタムさんポトンポトン。いや大丈夫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 、人参大丈夫。楽しみだな。ニンニさん、それそんなに入れるの？実は300に1個って書いてある。金魚姫さん、野菜かき分けて中にコンソメ入れて。野菜かき分けて中に、ああ入れる入れる。ポンさん、固形のコンソメは溶けにくいからね。おいおいさん、混ぜてから味見だ。マロさん、ツイキャスもやってるのかな。俺ツイキャスもやってますよ。あの和戸監督で検索してください。今度塩かな、塩コショウかな。
ロリーさんなんだに窓ならキャスで見るわ。今キャスやってないよ。金魚姫さんコンソメ溶けたら味見しよう。味見？塩はいらないの？やばいよ。いや塩いらないんだけど、そんなに。俺これでいいわ。うまい。嘘だろっていうぐらいうまい。え、これでいいよね別に。塩、塩分少なめが好きなんだけど。あ、うまい。胡椒は必須。胡椒いる？金魚姫さん塩気あるなら胡椒入れ OK。マロさん胡椒も入れると美味しいよね。胡椒じゃ入れるか。ブラックペッパー粗挽き。ポンさん胡椒入れよう。いやこれはやばい。ロリーさん少しでいいよ。コンソメ溶けたらかき入れよう。しみるぜ。おい、かき入れます。完成かな。おいお兄さん、かきは合いそうな味だった？いや全然合う、全然合う、全然。うわー、これはやばい。これはえぐいよ。おー、やばい。クモモンさん豪華だね。 W 豪華だよ。お兄さんついに完成。完成かな。モンさんいいね、10個プレゼントしました。いいね、ありがとう。延長代にします。ありがとう。10個プレゼントしました。金魚姫さんいいね、10個プレゼントしました。サンキューボン5個プレゼントしました。ポンさんカードをプレゼントしました。ありがとうボン。いやこれはやばい、早く食べたい。ポンさんアイガラ、はい、サンキューボン。できた、できた。サンナちゃんとか家に土地とかあるのに、その点まで監督氏は定和だ。酒はまだあるね。サン、酒はまだある。酒はまだあるよ。弁当温めてやりますか。食いますか。金魚姫さんもう一度ふつふつしたら完成。もう一度ふつったら完成。 OK、 ありがとね金魚姫。おいおいさん実食。豪華だぞ、豪華。ミンミ、変な土地とかいらないよね。天丼温めます。
魚姫さん騎乗油のピューあるある。クモモンさんあるね W。腹ペコだ。運動後だかんね。これはやばいっしょ。モイモイさんワドフの完成。ウィンにさん食べ過ぎになるよ。ショウ。早く食いたい。またこの時間にこんな耳そうなポトフドいい人おどやばい。金魚姫さんワドフわらわらわら。クモモンさんワドフはいいネーミング W。いタイレイオーシーチャヨキさんはドフショウ。金魚姫さんおしゃれな盛り方。モンさんナイスな命名。タムタムさんインスタへ。ウィンにさんウィンガー食べたくなってきた。タイレイオーシーチャヨキさんうまそうやばい。お姫さん低カロリーがよか。ウィンにさんツイッターに載せて。ツイッターめんどくさい。腹減った。今携帯配信だからツイッター無理。うひょー。エビのいいさんうまそ。金魚姫さんとりあえず未食。できました。ウィンにさんいいな。タムタムさん見せて。ウィンのいいさんたまんねえ。太平洋シーチャヨキさんやばあららららい。飯だ飯だ飯だお前ら飯じゃ。お兄さんの日よけわらわらわら。飯だ。やばいこれはやばい。これが半額の刺身。390円の刺身。ポトフ。タムタムさんスクショをくれた W。はいスクショタイムです。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。やばいうまそう。超やばいこれは。クモモンさん美味しそうなお刺身。モンさんポトフ美味しそう。クモモンさんは殻美味しそう。やばいねポトフ。あれ。モイモイさんこの枠最高に温かいね。タイレイオーシーチャヨキさんカキめちゃ好きだわ。食おうぜ食おうぜ。太平洋シーチャヨキさんくればラワラワラ。金魚姫さん早く食べて。いただきます。いただきます。やば超豪華。スプーンだスプーンだ。クモモンさんワクワク。やべ超うまそう。じゃあポトフからいくか。召し上がれ。いただきます。いただきます。トレーニング後なんで。ウィンに三ワド不完成半額刺身好き。やば。モイモイさんかきずるっと口に吸い込もう。タムタムさんおいしそうから。うん。やばい。あ大成功。これはやばい。
これはやばいよ。これはやばい。金魚姫さんおいしい。ニンニさんリスナーさんお腹すくね。クモモンさんをカキも合うんだから。大成功。最高にうまい。おいおいさん、マイキノコ入れてよかった。マイタケもいいよ。マイタケはもう当たるって分かってたから。カキが不安だったけど、カキもいいよ。うん。あ、マイタケいいよ、食感。最高。うまい。金魚姫さんじみる。しみる、そうしみる。おいおいさんオリジナルポトフ。舞茸はあり、舞茸は普通にあり、あの家で試してほしい。食感も香りも全然あり。だ煮物スープだよね。いやうまいわ。あうまい。米いこう。しみる。金魚姫さんみんなで作った和豆腐成功。めちゃめちゃうまい。さん鶏肉はどう？全然全部うまいよ。本当に全部もう最高。普通にうまい。ニンニさん残りも染み込んでいいかもね。クモモンさんいい笑顔してる。うん。うまい。これは店じゃ出ないね。家庭の味だよ。おいおいさんよかったよかった。あのパートナーとか彼女とか彼氏がこれ出したらやるじゃんって言うよ。うん。金魚姫さんよかよか。うまい。いただきます。いやよかった。うん。もう運動の時に疲れてるなんかこう癒される味。うん。最近年なのかね、なんか塩っ気がいらなくなってきたんだよ。うん。うめえ。金魚姫さん塩気よりも出汁だよね。うん。なんかしょっぱいのがダメになってきた。おいおいさん旨味出てるしね。うまい。やべ幸せ。やべめちゃめちゃうまい。これこれのりこに食わせてあげたいな。金魚姫さん、うん、のんちゃんに食べさせたい。鶏肉はもう少し下味つけてもよかったかな。あ、まだ煮込まれてないからかな。もいもいさん、明日のんにゃんこないかな。あ、牡蠣うめえじゃねえかよ、おい。うん。いや、のりこに食べさせたいな。泣くぞ、のりこは。金魚姫さん、明日の肩がしみるね。ね。いや、美味しい、これ。普通にうまい。向こうの酢豚どうなってんの、そういえば。ていうか、これが半額安くない？ 400 円でこれすごくない？ 400 円で、カツオが3、マグロ3、ブリが3、イカ、サーモン。300円安いよね。金魚姫さん、やばい量。ね。クモモンさん対決どうなったんだろ W。 対決は俺の圧勝だろこれ。酢豚どうなってんのかすげえ気になる。もいいもいいさん、安すぎ。安いね。居酒屋とか1200円ぐらいするでしょ。いやスーパー半額は安いね。クモモンさんお刺身めっちゃお買い得ね。いやいつもね、なんかスーパーあの夜の時間行くとこんなもんだよ。だからドレさんとさ、俺が金ない頃
よくスーパーの争奪戦の話してたん。半額ネビジばっかり食べてて、うん、要は正規の値段で買えないの、貧乏だから。モイモイさん、確かに深夜はめちゃくちゃ安いよね。安い、深夜は安いよ。半額は安すぎるでしょ。ちょっといつも 30% オフとかなのに。うん、あーやべえ、 うますぎる。うん、もいもいさん、夜中の11時狙って西友ゆきくわ。うまっ。なんか家庭っぽい味飢えてるからこれはいい、これはうまい。ポンさん、めちゃ豪華で美味しそう、うん、金魚姫さん、ちゃんと下ごしらえしたからえぐみが出なかったんだね。うん、全くえぐみないよ、スーッと入ってくる。これはいいや。うまい。やば、最高。金魚姫さん、いい手と力になれてよかったわ。いやー、ありがとう。超うまい。これは最高。マジでやっぱ自炊は哲学だな。自炊は哲学。金魚レシピのおかげだね。うん。うまい、うん、金魚姫さん、ありがとうちゅ、うんうん、これはいいよ、うん、また運動の後だからめちゃくちゃうまい。腹減ってしょうがなかったから。モイモイさん、牡蠣の旨味は臓器まで染み渡る気がする。ポンさん、さすがやね。うん、うまい。金魚姫さん、ありがとう、うん。いや、俺日本人がなんだかんだ日本人の食の文化すげえと思ってます。世界で有数のグルメ大国だと思うよ。アメリカ人とかダメだもん。金魚姫さん、 BPA は毎日少ない食材で試行錯誤してご飯作ってるからね。ねえ、子供からするとね、ありがたいんだよね、お母さんの手作りって。わかんないんだけどね、一人暮らしして初めて気づくんだよね、ババアやるじゃねえかって。 BPA、 うん、いや、そうじゃない、家元を離れてやっとわかるんだよね。最初はさ、うん、最初は気づかないんだよ、親のありがたみ。金魚姫さん、みんな大して喜んでないけど離れてわかる。飯とかだもんね。 W、 そうそうそう、一人暮らしをするともう
コンビニ行っても何食っても店の味、添加物の味だって分かるようになるんだよ。いくら食っても栄養なんかないっていう。東京の人なんかみんなそうだよ。こういう味に感動するんだよ。うん、うまっ、うん、うまい。あとさ、料理ってさ、金魚姫さんでも一つ自慢するなら子供たちが市販の唐揚げまずくて食えないって言ってくれた。嬉しいね、そういうのが一番嬉しいね。料理ってさ、一回あの料理下手な人知らない、おいおいさん良い枠だった、知らないけどさ、実はこれって肉じゃがも同じなんだよね。料理うまい人は知ってるんだよ。要は調味料、カレーも一緒なんだよこれ。カレーと肉じゃが作り方一緒だから。だから料理うまい人って味付けの最後の調味料変わるだけで作る工程が一緒だから、うまいんだよ。手際がいい。ボンさんそれは嬉しいよね。ボンも食べたいわら。猫の目さんはどう、こんばんは。こんばんは。うまい。いいポトフだ。舞茸ありだったな。店員さんアップで見せて。猫の目さん何作ったん？めちゃめちゃうまい。アップで？アップで見たい？いいよ。待って。めちゃめちゃうまいよみんな。今アップで見せてあげる。超うまそうでしょ。いやー、はい、ゆうらさんはど、監督こんばんは、星ポトフおいしそうね、ポトフおいしそうでしょ。モンさんわらわらわら、うん、雲モンさん www いやだってアップで見たいって言うから。タムタムさんおいしかった、うん、うまい、めちゃくちゃうまい、半端じゃない。店員さん料理の才能あったんですね。タムタムさんって終わりかーい。ミンニさん定期和戸監督手作りポトフ作りました。いや、運動の後の飯は最高だな。明日何作ろうか。でもポトフの残りが、これ一人暮らしの欠点だよ。金魚姫3枚の前にワイキノコスープ飲んだから血糖値体上昇を抑えるから良い食べ方。あ、そうなんだ。明日何作ろうかね。明日はスープポトフがあるから何がいいか。おいおいさん糖尿予防にもなるなんて。
や結局こうやってお母さんが作ってくれるものをちゃんと食べてたら病気になんかならないんだよ。愛情込めて奥さんが作ってる料理食ったら病気にならない。タムタムさん、ロールキャベツ追加しよう。明日はロールキャベツとポトフなんか似てない。金魚姫さん、マイキノコは糖尿病予防に良いんだよ。テイさん、一人暮らしになるとどうしてもコンビニとか外食が増える。そうだよね。タムタムさん、似てるわら。良くないんだよね。うまい。うん。ごちそうさまです。だからせめて一品は手作り取り入れよう。ごちそうさまです。美味しかったです。ごちそうさまでした。いやうまかった。いや食ったな。いやいいもん食ったわ。これはこの考え方はなかったわ。店員さん、明日はチャーハンとか。チャーハンいいね。いやうまい。いやうまいぞ。姫さん、画面外れてのうまかったって言ってるの好き。うまい。いや本当にうまかったわね。まずいもん俺まずいって言うから。お兄さん、もう枠終わり。どうしようか。いや起きてトレーニングして。ポトフ食って、で今ふわっちのおすすめ欄見てワンワンブサイクだなって思ってるよ。ワンワンってブスだなって。もいいもいいさん、最高な1日。いいね、うん、でもこの小峠とワンワン絶対うまくいかないよね。くももんさん、ワンワンリス W。 いやワンワンブスでしょ。ワンワンブスっていうのはディスではないから。ディスじゃないよ。金魚姫さん、安心して。ありがとう、うん、ありがとうね。おやすみ。おやすみなさい。花火ありがとう。おやすみ。テイさん、小峠と戦うんですか。クモモンさん、88,888。モイモイさん、ガチレス。ワンワン、まあまあ可愛いと思う。マジで言ってんの。ワンワン、さん、ワンワンブスではないよね。可愛いと思うけど。マジで。俺何回かリアルに会ったことあるけど、とんでもないブスだよこれ。ワンワン可愛いとかマジで言ってんだ。引くわ。ポンさん、花火ドンチキ。マジかよ。神様さん、いやブスすぎ、画面見れない。ねえ。猫犬さん、ワンワン可愛いけどな。モイモイさん、和道はネタでブスって言ってるんでしょ。いやネタじゃないよ、全然ブスだよ。ニンニさん、リアルに会ったことあるんだが。あ、そっか、昔のリスナーだから知らねえんだ。
俺もうニコ生時代のワンワンのイメージだからね、ニコね本当に頭空いてるレベルだよね。だからなんつうの最近のワンワンでしょ。もう俺らはもうなんつうの全然ブスでしょ。600万かけてあの顔作ってんのよ。いやリアルやばいよ、見せてやるよ。じゃあニコ生時代のワンワン、ボイボイさん整形前ってこと。いやいやだから違う、もう生理的に無理なんだって。ブスとかじゃないんだって。子生の時より可愛くなった気がすね。まあ、いじったんでしょ。見せてくださいしょ。見せるよ。子生の時は凄まじかった、わらわらわら。え大丈夫、吐かない。ワンワンって整形なんだ。ワンワン600万だよ。あとあのカスさん典型的なブス、横浜の風俗で働いてた。典型的なブスだよね。横浜の風俗で働いてた。デイさん吐かないようにする。いやマジで吐くよ。てか養分伊藤よく付き合えるなと思うもん。本当に吐くよ。大丈夫？覚悟ができてる？それ相応の覚悟はしてくれよ。ちょっと待って今画像を探してるから。モイモイ3度やってめくったのそれ。ショー知らないでしょ。マウイマウイ、俺ワンワンと俺ライバルでお互いにディスり合って30回以上バンし合ってるんだよ。お互いディスりすぎて。だからワンワンと俺って犬猿の仲だっていうこと知らないんだよ。うん、もうとんでもないぐらい毎日毎日毎日ずっと悪口言ってたんだもん、お互いに。性格悪いとかじゃないよ、もう本当に。白玉さん整形してあれか。整形してあれだよ。でも本当に吐くよ。大丈夫、シャレになんないよ。ちょっと待ってね、そろそろ出てくるはず。あった。モイモイさん画像まだ。これワンワンの足。やばいでしょ。あいつ水虫なんだよ。こんな女と付き合える？ねえ。マジで吐くよ、ほら。デイさん、それやめて。それやめて、だから言ったじゃん。いや、だから言ったじゃん。顔にして。ワンワン水虫だ。白玉さん汚い。汚いよ。よくあんなのと付き合えるな。モイモイさん顔はい。顔？デイさん顔は？顔っつうかちょっと待ってね。バンになるから、こんな女なんだよ。汚ねえだろ。こんな女なんだよ、こんな女。よくこんなのと付き合えるよな。ちょっと手はバンになるからあれだけど、こんなんだよ。クモモンさん W W 最低だよ。女として最低のレベルだから本当に。何がよ、何が可愛いで本当汚い。わからない M。うん。モイモイさん履いてないの。履いてるけど汚いから一応自主規制の。水虫より汚いから。めちゃくちゃブスだからね。カスさんコパミジンだなわら。おう、デイさん今水虫治った？知らない、聞いてごらんよ。足見せてってコメント書いてきなよ。タムタムさんある意味言葉にならん。ワンワンのコメント欄でポンさんはドサンに子生の時水虫治ったって聞いてくれよ。わらわらわら、水虫治ったって。ワンワン水虫治ったのって聞いてきなよ。聞いてきなよ、今枠やってるから。コメント走ってるから流れるから大丈夫。水虫治ったって書いてこない。に三角勇気ある人すごい8888。いや言ってきたよ。全員で書けば大丈夫だから。全員で、一人で書くとブロックされるから全員で一斉に言ってこいって。水虫治っただけ書いてきなよ。
ワンは水虫治ったって書いてきた。全員で書きない今。全員で書いたら大丈夫だよ。全員で書いたらセーフだから。うん、はい、行ってらっしゃい。足見せて。全員で今行ってきな。全員で書いたら大丈夫。全員で書くの。ブロック入れらんないぐらいの量で書くんだよ。水虫治ったって。今コメント流れてるからブロックされないよ。大丈夫だよ。書いた。みんな書かないと。マウイマウイだけじゃん。一人かわいそうでしょ。あ、顔変わったワンワン。ね、顔変わったでしょ。ワンワンちょっとピキってるでしょ。水虫治ったっつって。聞いてる。顔ピキってきた。顔ピキってきた。くっそ面白いじゃん。面白いな。面白いだろ。聞いてるだろ。いい感じ、いい感じか。もういや、もう撤退しろ。もう書くな。もうやめとけ。もう帰ってこい。もう帰ってこい。やりすぎ、やりすぎ。聞いてる顔。タムタムさん爆笑。顔聞いてるぞ。でしょ。しててくさ。でしょ。モンさん結構水虫が流れてるね W。うん。ガチで顔変わったでしょ。ざまあ。ざまあ。謎のメイク直しっていう。撤収つって。撤収です。3バレてるバレてる。うん。バレてるね。あ、面白いな。モミーさんワンワンのことなんで嫌いなの？知らない。 向こうが一方的にディスってきたからディスり返して、で働いてる風俗の店とかを全部暴露したの。全部暴露したの。伊藤が詰めた時の顔笑った。タムタムさんもおたまらん激笑った。いや面白いでしょ。白玉さん楽しかった。ワンワン水虫直してね、初見です。楽しいよね。うん。いいな、女の子のコメントいいね。さんはどうに言われても悔しくないで、小峠が。タムタムさん一斉に水虫が走った。あーいいね。ワンさんをもろかった、わらわらわら。いい枠だね。いい枠だよ、いい枠。まああの水虫はさすがにないもんな、うん、あー面白い。聞いてるね。タムタムさんスクショ取りまくっちゃった。スクショ取りまくっていいよ。延長する？延長しようか。延長しようか。いいねプレゼントしました。ポンさん風船を10個プレゼントしました。風船10個ありがとう。サンキュー。ポンさんバーガーを5個プレゼントしました。サンキュー。ポンさんハートを2個プレゼントしました。ポトフわかったな。延長代ありがとう。延長代ありがとう。サンキュー。あ、そうだ、天城風届いてるんだ。天城風開封っすか。また届いたよ。
ありがとうございます。天岐阜です。はい、ありがとう。開けますか。アマゾン、リスナーさんありがとうね。あー、やっぱり来た。よし、ありがとう。これはね、板場バーからのプレゼント。これ映画用のね、ボックスですね。ありがとう。こういう箱がたくさん必要なんですよ。映画用のコンテナですね。しかも暖房仕様です。かわいい。いや、めっちゃ嬉しい。こういうのあと2つ必要なんだよね、これが。あー、結構でかいね。よかったよかった。限定品でもう売り切れちゃって手に入らない。これ暖房いいでしょう。暖房です。ありがとうございます。限定品だからもうこれ手に入らない。これに、これが3つ4つ必要なの。もう少し待ってね、送るから。猫犬さん、板ババアさん、知り合い。板ババアさん知り合い、知り合い。ふわっち、ネットだけだけどね。映画の備品入れに使わせてもらいます。ありがとうございます。暖房のプラスチックケース、かわいいよね、暖房ね。映画の機材入れに使います。ありがとう。サンキューです。ニンニさん、配信者さんとかリスナーさんに送る企画してるよね。うん、クモモンさん結構大きいね。これがだいたい1人の機材で、だいたい映画クラスだとこれがね、30個とか搬入される。だからスタッフさんが必要なの。カッサン、水虫じゃないって生きてたけどね。わら、水虫じゃないって生きてた。証拠あるのに。うん、証拠あるのに。まあいいんじゃない、水虫じゃないっていうの。どこに置くのかな。どこに置くんじゃなくて、これに機材をぶっこんで、照明とか三脚とかぶっこんで、みんなで運ぶの。トラックに積んで外のロケでブワーって広げんの、30分ぐらいで。だから機材入れだね。こういうコンテナたくさん必要なのよ。メイクさんとかもこの量必要だし、車で搬入すんのよ。で、普段家とかで使わないときは畳んでおけばいい。これ、そういうことね。外で行くときね。猫犬さん、ジンマシンだから水虫じゃないよ。マロさん、和道さん、おやすみなさい。おやすみ。普段はこうやって畳んでおく。第三、それは50リットル用ですか。50リットルだね、これは。普段はこうやって畳んでおけばいい。こういうふうに、ね、そしたらかさばらないでしょ。50リットル。第三、すごい欲しい。うん、これね、ね、トルスコかな、メーカートルスコ。折りたたみコンテナで検索すると出てくるよ。あのエヴァンゲリオンバージョンとか進撃の巨人バージョンとか、いろんなところとタイアップしてる、このメーカーは。なんかそのアニメとかとコラボ、アニメのシーンに出てきそうなやつと、これはダンボーって言って、あの四つ葉とっていう漫画とコラボしてる。四つ葉とコラボだね。いやー、ご飯美味しかった。
ダンボ。さん寝る人おやすみなさい。おやすみ。みんなはもう仕事始まったの。頭痛くなんないやっぱり酒飲むと。後頭部痛い。明日なんかみやびがあのカズーンさんのところでトレーニングするらしいよ。ヒカルくんと合同練習だって。どうなるかね。ちょっと見ものだよね。どれくらい仕上がってんのか、半年前の段階で。かしこ星さんこんばんは。ポトフ美味しくできましたか？美味しくできた。うまかったよ。すげえうまかった。今食べ終わって酒飲んでるところだね。美味しかったよ。リスナーさんがね、作り方を教えてくれた。かしこ星さん良かったですね。運動した後だからすげえうまかったよ。
じゃあ一旦終わりにすっか。皆さんありがとうございました。フォローしてくれた人ありがとう、アイテムくれた人もありがとうございました。一旦休憩します。お疲れ様です。ありがとう。花火ありがとうね。花火ありがとう。